久保さん。幸せ。幸せ。お金があれば幸せか。っていう最大のテーマにしましょうか。結論ですね。お金があれば幸せになれます。<laughs> っていう、ちょっと逆を行こうかなっていう。まあ、あ、なんか、綺麗的、綺麗な子、綺麗、綺麗事を言うならば、綺麗な言葉で言うならば、いや、お金が全てじゃなくて、お金じゃ幸せは変えないよっていう、 なんかフレーズ結構世の中に溢れてると思うんで、ちょっと逆を言おうかなと思うんですけど。じゃあ逆に言うと、お金があって、なんか自分が欲しいものを手に入れた時に幸せは感じないんですか多分感じてるはずなんですよ。やっと買えたとかね。わーとか。トランザム買った時に、久保さんが麻雀店やってた時にトランザム買えなかったと思うんで、まあお金が稼げるようになるとお金がトランザムを手に入れた時の幸せって、あ、絶対あったと思います。 だから、お金は幸せを変えるんですよ。うん。これ間違いないと思いますね。ここは。も,うもちろん、買い物した時にね、何も感じないんだったらね。うん,んみたいな。トらんザだ分。とりあえず、叶えるから買っとくか、みたいなね。<laughs> なんかこう、子供の時見たな、みたいなね。<laughs> 多分、幸せを買、幸せを買ってると思うんですよ。うん。それを所有することによっての、 毎日それを所有することによって見れて、ああ、みたいな。乗ってないけど磨くみたいなね。なんかそれでも幸せじゃないですか。だから幸せって買ってるんじゃないかなっていう。うん。だから、あの、幸せじゃない人はまずお金稼げってことですね。幸せはお金で買えると。ただし、もっと深い層を言うならば、お金で買えない幸せがあるっていうところも事実っていうところだと思います。もっとその、この言葉をね。 よく表面的に言われてる言葉を掘り下げて言うならば、お金で買えない幸せはある。でも、大体はお金で買える幸せがあるよと。だただし、お金で買えない幸せがあると。じゃそれは何かっていうと、多分、愛になってくるんじゃないかなと思います。うーん。これ、無償の愛だと思いますね。だから、そこに関してはお金で買えないですよね。うーん。そう。うーん。 だから例えば、久保さんがね、不妊治療やってましたけども、不妊,不妊治療で確かにお金がかかります。ただし、じゃ不妊治療した人が100%子供が生まれるのかっていうと、これ100%じゃないですよね、久保さんね。だから、久保さんは奇跡なんですよ、多分。そうだと思いません だまあそもそもその普通に精子と受精、えー、精子が何億超えて受精卵に到達するのがすげえ確率なわけじゃないですか。だか子供が生まれるっていう時点で結構奇跡なんですよね。当たり前の行為ではないんですよね。なんで、まあそこはまずお金を払っても子供が生まれるか生まれないかわからないですよね。うん。で、じゃあ子供に対して、うん、その、なんだろうな。あ なんかお金とか関係ありますよね、久保さん。なんか、ななん,かなんか多分関係ないと思うんですけどね。まあ、あと、あの昔僕あの、ユニバー君っていうね、捨て猫を拾ったんですけど、猫に対して、まあ、その動物に対しての,その愛とかも、なんかその、お金じゃないところがあると思います。だこれはね、ちょっと愛を、 言語もっとなんか言語化していくっていうのはちょっとむもう愛です終了なのでなんかそれをもっと掘り下げていくのは非常に難しいんですけどなんかそのなんだろうななんかこのやっぱ湧き出てくるものですよねだから久保さんがよく使うその湧き出てくるものこの湧き出てくるものっていうのは多分変えないさ多分恋愛とかねこの人めっちゃ好きやねんっていうこのなんか胸の奥がポワポワするみたいな 熱くなるっていうこ,ここの部分ってお金で買えないですよね多分ねうんだからそういうものがあるよだから両方あるよっていう話ですねお金でも買える幸せあるしお金で買えない幸せもあるとだけど8割ぐらいはだいたい幸せはお金で買えるってことですねでもっと幸せを得たいんだったらそのお金で買えない幸せに気づくってことですかね 気づいて、手に入れ、手に入れるというよりかは、湧き出るもの、気づくものっていう感じですかね。上の層は。だからみんななんかその、手に入れようとするんですよ。幸せをね。うん。だからそのお金を手にして、じゃあ何かを買いたい。まあその何かを手に入れようとするじゃないですか。でも、幸せのほ、ほほの本当の幸せって、内から出る気づきの幸せだと思うんだ。気づきの幸せ 気づきだからそのなんか恋愛した時のポワポワした時にあ俺って恋してるっていうところに酔いしれるっていう言葉はおかしいかもしれないですけど何だろうなそこになんか重,重複感柔道感となんかねそれを感じれるなんかそこに幸せを感じれる、うん、っていうのがいいんじいいあの本当の幸せかなと思いますね、うん、ただ幸せになれない人っていうのはあのなんだ あまずお金を稼ぐことができていないであとはあ気づくその幸せ日頃の幸せの中におか幸せがあるんだよっていうことに気づいていないうんだから普通に空気を吸うことも幸せだと思うんですよでもそれは当たり前のことすぎてなんか気づけなかったりとかすると思うんですよね うん、だから普通にご飯食べるられるっていうことに対しても幸せを感じれない。当たり前。でもそれこそこに対して、あ、今日もご飯が食べられる。生きられる。っていうところになんかそうこの内から出るものがあれば気づけると思うんですよね。うんだこの幸せの定義っていうのはね、非常にね、難しいんですけどね。うん、でも 一番早いのはまずお金稼いじゃうお,お金を稼げばいいんじゃないですかねほとんどの人がお金で苦しんでいてお金の問題を抱えて生きてるわけですからそれをクリアした後、もっと幸せを感じたいんだったらそういうところに気づくことですねうんでもこれね,これねお金がなくてもそこに気づけると幸せなんだけど幸せなんだけどお金の問題は解決してないですようんこれ結構重要で気づくと まあ、幸せは、幸せにはなれるんだけど、問題は解決してないっていう、ここもあれな、問題なっすね。お金の問題を生きていく上で絶対付きまとうので、だからその問題はクリアして、確実にクリアして、で、その先を考えていくっていうのが大事なんじゃないですかね。確かに気づいたら幸せは、貧乏でもね、幸せは感じれると思います。ただし、ずっとお金の問題をつきまとうし、老後2 0あの、年金2000万問題も出てるわけですから。 そこはしっかりと向き合って、向き合っていかないければいけないってことですかね。うん。だから幸せに気づいて、その、幸せに酔いしれる、幸せのお風呂に使っちゃう,う、こともできるんですよ。お金がなくても。うん。日本人に生まれ、日本に生まれてよかったな、みたいなね。うん。平和だな、みたいな。平和ボケってやつですよね。うん。だから問題をしっかりと直視するってことも大事かなと思います。はい。いってらっしゃい。